はい、皆さんこんにちは、ワナリグルウィッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠9の続きをプレイしていきたいと思います。まあ、ちょっとここまでね、チームがどうも上向いていかないという時期に差し掛かっているんで、ここはなんとか一発逆転、甲子園出場を狙っていきましょう。とはいえもう次はね、秋の、大会が終わったばっかりというところで、次の甲子園は夏の甲子園の予選というところになっていきますんで、そこに向けてですね、しっかりとチームの底上げをしていきましょう。いや、萩野は将来の心配するんじゃなくて、プロ野球選手になることを目指してほしいな。ここの特訓マスで荻野頼むぞ、カチュン、今度こそカチュン、よし、アイドルマス欲しいんだけどな。アイドルマス、もう渋沢が、彼女ができたか。高校生で彼女はね、まあちょっと微妙な感じでしたけどね、まだその女の子に慣れてなかった時期なんで、彼女ができてもどう接していいかわからないっていうウブだった頃を思い出すな。もう遠い遠い昔になっちゃいますけど、ちょっとしばらくいいマスがないな。彼女かメソッド社員か欲しいんだけど、さあ大きいのはちょっと決め球のね、変化ボールが欲しいんだよね。なので変化球磨くで、次はカーブを磨いてもらおう。渋沢ももうちょっとやっぱり欲しいよね。松永も変化球欲しいし、根岸に関してはフォークを、いや根岸はコントロールだろう、さすがにコントロールなさすぎるよね。で今泉は総力が79まで上がったんで、今度ミートを A まで上げましょう。で宮脇はパワーでいいでしょ。漆原パワーの伸びがちょっとここに来て鈍いな。もちろん適性はあるとは思うんですけどね、まあ最低ラインというか平均的にここまでは欲しいよねっていうのはあると思うんで、
そこのレベルに達するように全体的な底上げもしていきたいんですが、ちょっとここに来て練習メニューがこいてはなんですけど、クソですね。まあ励ましてもいいし、変化球の投げ込みをしてもいいんだけど、少しばっかり練習メニューがかすすぎるな。もうちょっと数字の大きい練習メニューが欲しいんだけど。さあ、アイドル来いよ。アイドル。梶川まではプロ野球選手だよね。平山がショップ店員っていうのがちょっと微妙だよな。お、水谷はリゾット社員だね。さあ、じゃあ新規1点頑張っていきましょう。ちょっと練習メニューが微妙なんだよね、さっきも言ってるように。で、ちょっとここのところずっとお話してると思うんですけど、住んでるマンションが大規模修繕工事に入っていてですね、まあ少々雑音がうるさいかなというのはあるんで、ちょっとその点だけね、申し訳ないなという思いはあるんですが、ご了承いただきたいなというところですね。もうただでさえノイジーだというね、お叱りをいただくことが多い中なんですけど、土曜日のアイドルマスに泊まって5の練習メニューは絶対使いたいんで、ちょっとそれを残せるようにしましょう。となるとスケジュール見直しは使いたくないな。ここではせっかく5がいてアイドルマスに泊まれる名堂が立っている状況なので、アイドルがあとはテンションアップじゃなくて練習効率が大きく上がるパターンで来てほしいな。さあ、ここだぞ。ここアイドルにテンションアップか。テンションじゃなかったんだよ。まあでもせっかくなんでね、総合練習の5を踏んでいきましょう。さあ、新入社員、いや新入部員ですね。例えばうちの部、会社の方の話ですね。この野球部の話ではなく、脳にもね、新入社員が珍しく入ってきましたね。しかも女の子。まあ、ちょっとね、顔面の方は好みがあるということで、ノーコメントにしたいとは思うんですけど。まあ、女の子が入ってくること自体レアですからね。まあ、多分すぐ辞めちゃうんじゃないかなって気もしますけど。
ちょっとまた弾道アップ月間にする？弾道を上げることによるメリットがどれくらい受けられるかっていうのは正直わかんないけど。で、入学式の後直後土曜日、いきなりアイドルがいるな。となるとスケジュールの見直し入れたいけど、ペッパーの5は残しておきたいな。しまった、何も考えずに占い師にしちゃった。今度こそ効率アップしてほしいな、マネージャーちゃんには。で、まあ、そのちょっと新入社員の人の評判をね、どうなのみたいな話をとある先輩と交えてしていた時に、どうもそのプライベートを優先する子らしいよと。お、大峰さん、ちょっと中断して新しい選手の方見ていきます。おっと、大峰って言うからプロ転生かと思ったら全然違いましたね。で、菅沼、投手玉持ち丸で、篠崎、初球丸がついてますね。今村、さよなら男にヘッドスライディング。八木、守備職人。若松、これもねプロ転生かと思いきや普通の人でしたね。で、赤津ね、ちょっと微妙な選手が入ってきたなっていう印象はありますけど、まあ、育てていきましょう。で、アイドルマスですね。忘れちゃいけないアイドルマス、これには絶対止まりましょう。よし、かなりアップした。その中での腕立て腹筋にする？そうだね、弾道アップ中心で入れてるんでいいでしょう。で、まあプライベートを優先する子らしいよという話を聞いて、まあ話していた先輩社員はそれはどうなんだいというわけですよ。いやいや、プライベート優先いいじゃないですかというスタンスの僕としては、まあ最近のね、やっぱりその学生さんとかから上がってくると、どうしてもやっぱりプライベート優先的気持ちは出てきちゃうんじゃないですかみたいな話はしたんですけど、もうそこでやっぱりね、合わないなというふうに思っちゃいますよね。プライベートを優先して何が悪いんだと。やっぱりプライベートを、会社は特に自分を守ってくれないですからね、何か個人的な問題が起きたとしても。それなのになんで自分のプライベートを会社に捧げなくちゃいけないんだというふうにどうしても思っちゃうんですよね、僕なんかからすると。まあやっぱり先輩社員、まあ、世代でいうと2世代ぐらい離れてるかなり上の社員の方なんですけど、そうなってくるとここまでやっぱり変わってくるんだなと。まあそういうね、本当にダメな会社なんで、せっかく入ってきてくれた若い新入社員の女の子もすぐ辞めちゃうんじゃないかななんて思うんですけど、今回だいぶ上がったな。あれ、サラリーマンってなんかあるんだっけ？ちょっと一回止まってみよう。学力アップか。しかもこれサラリーマンじゃなくて学生の可能性もあるな。
今にして思えば。そしたら食事会で一体体力を回復して、そこから、夏の甲子園の予選大会に向けて追い込みをかけていきましょう。いや違うな、変化球だな、決め球欲しいんだよな。まあ、この辺り急速アップだな、1年生は減速。漆原がパワー B まで来ましたね。八木こうやって見ると能力悪くはないな。さあこのプロに止まった時ね、プロに止まった時テンションアップか。ま、変なのが来るよりかは全然いいでしょう。でミソット社員には止まりたいので、ちょっと長寿エアースをしていきましょう。で水曜日にはアイドルがいるね。アイドルのために大きい練習マスは取っておきたいので、そこもちょっと計算にし入れていきますか。2と1ばっかりになってきてるからね。早速交換券を使おう。社員が持ってきた交換券はすぐに使う。うん、交換券どこ行った？違う違う。交換券を使うには。ショップに行かなきゃいけないんだっけ。ちょっとやらないとすぐ忘れちゃうんですよね。これだね。せっかくこのマスに来てるんでちょっと使っていきましょう。さよなら男、さよなら男、誰に使う。漆原頼むぞ。固め打ち、これはミートが高い。今泉、対左打者荻野頼むぞ。超スローボールも荻野頼む。これも荻野だな。わっと荻野はダメ。となると1年生の大峰。
ちょっと判断早かったかな。まあいいでしょう。ちょっと練習メニュー数字の大きいのが来ないな。1とかもったいなさすぎるな。どうする？1ずつ消耗して待ちますか。5が来るの。このままいくとティーバッティングになっちゃうけど、まあしょうがないかな。練習効率が上がった後のしょうがない。ここはアイテムを使おう。これでティーバッティングを入れていきます。いやさすがだね、練習効率が上がった後の練習は。わあ、ここでミートが来た。このミート止まりたいわ。しかも来週はアイドルウィークだな。そしたらまずはアイテムを使って雨効果をカットしましょう。これで雨が降ってもへっちゃらにしたでしょ。でさらにミートバッティングを入れていく。藤沢ミートが B まで来た。じゃあ肩だな。盗塁阻止、藤枝はパワーでいいでしょ。まあ代打要員として使っていきますと。今泉ミート総力 AA に上がるの時間の問題だな。となるとパワーに切り替えよう。まあ1年生はまだまだね、ミートアップ練習でいいと思います。八木も含めてね。関野はパワーを上げよう。テンションアップ。テンションアップだったら勉強にしてもう一回連続でアイドルマスを踏みに行って練習効率アップを狙いましょう。よし、かなり上がった。その上でのホームチェック、ホームチェックでいいのか。球速の方がいいんじゃないか。バランスよく、いやーホームチェック球速だな。まあやっぱりどうしても数字が大きい方にしましょう。で練習試合を申し込んで、
さあここまでみっちり練習してきたからね、練習の成果をこの練習試合にぶつけましょう。いや微妙だな、このヤギが微妙だな、ミート DR1 年生。まあ、今泉が出て漆原で返す、分かりやすいけどちょっと戦力的にはどうかなっていう感じにはなってきてますが、あとは荻野がいかに抑えてくれるかですね。変化量がちょっと足りないんで、変化球のね1点とりあえず先制されてます。さあまずは今泉、ここは足も速いし当てて流し打ちで内野安打を狙おう。これはポテンヒットならないかな、ならないね。相手ピッチャーの松枝くんになってる読み方、ちょっと松枝くんの能力は確認しておきましょうか。威圧感持ちか、しかも球速147、コントロール65、スタミナ61で、スライダーの変化量が6、シンカーが高速ですね、しかも3ある。これ打ち崩すのは難しいので、まあ、1点を争う展開に持ち込むしかないな。うまいね岡部、ジャンピングキャッチ。お、4番漆原、しかもグラウンドの魔物持ってる、使おう。ポロってくれるだろこれは、魔物効果で。魔物効果なしか、まあ、ただ確実にランナーを進めたんで、ここは犠牲フライ狙いでいこう、犠牲フライで。うわー、全力ストレートの間に空振り三振か。ミート D の力見せてくれ、1年生。うわー、足が遅すぎるなー。これは、イージーフライになってる。よし、ゲッツー狙おう。まあいいね、結果的には。よし、最後はストレート、踏ん張ってくれたね。まあ連続でピンチは続きますが、よし、これはゲッツーだ。よし、流れを持ってこいよ、こっちに。松枝くんからヒットがほとんど打ててないからな。よし、これはただうまく打ってくれたね。うわ、何事もなく終わっちゃってるな。ここは絶対に抑えたい。ここを抑えれば逆にチャンスが巡ってくるかなと思うんだけど、大丈夫だね、帰らせなければいい。よし、ツーアウト満塁で、内野か。ちょっと内野くんの能力は確認しておきましょう。選球眼持っててチャンスええか、危険なバッターだな。
そうすると速球中心定位置でどうせ打ってくるんだったら、しかも選球が持ちでしょ、打たせて取ろう。うわ、完全に裏目に出たな。2点タイムリーか。まあ、ただこの2点タイムリーで止めとかないとちょっと勝機がなくなっちゃうんで、諦めずに行きましょう。よし、最後は空振り三振。ちょっとでも本当にさ、攻撃が淡白すぎないかな。いくら相手ピッチャー松枝くんが強いからといって。よし、セーフだね。で、堀口2番。お祭り男を使おう。セーフになるよね。早いもんね。よし、進塁打になればいい。まずは。あー、ツーアウトだったの。アウトカウントを全然見てなかったな。松枝が本当に打ち崩せないわ。強いね。漆原もちょっといいとこないよな。これはヒットにはなるかな。まずこの漆原を引きずり下ろさないとダメだよね、マウンドから。一番怖いのはゲッツーだからな。お、入ったぞ。これはナイスバッティング。当たりは良かったけど、まあ最後の最後なんとかね、スリーランで引き分けたのでよしとするか。まあもうちょっとね、勝ち切ってほしい試合だったかなと思うんですけど、相手の松枝くん投球が良すぎましたね。ちょっとこの内容だと勝負にならなかったからしょうがないかな。まあ、ただね、今のそこそこの高校相手にこの苦戦状況だと本当に厳しい戦いになりそうですね、この先。アイドルにうつつを抜かしている場合じゃないな、本当に。お、なんか今回めっちゃ上がるな。じゃあちょっとね、時間がいい時間になってきてますので、試験まではプレーをしていきましょう。合宿はもちろんやるぞ。じゃあちょっとね、試験が終わりましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きまたしっかりプレイしていきたいと思いますので、まあ、今回ね、ちょっとアイドルウィークというのも来たんで、チームの各選手の個々の能力自体はね、底上げはできたかなと思うので、あとはそれをね、予選大会で発揮してもらいたいなというふうに思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。